ピラン。ピラン、またはピラーの、は、スロベニア南西部のピラン湾やトリエステ湾に面した町で、スロベニア領のイストリア半島では3つの著名な町の中の一つである。町には、中世の建築物や文化的な遺産が豊富に残っており、大規模な野外博物館のようになっている。細い通りには小さな家々が立ち並び、その魅力から多くの人を引きつけている。 ピランはこの地域の行政的な中心で、スロベニアの一大観光地でもある。ローマ時代以前、ピランの丘には、イリュリア人の一部族ヒス取り族が居住しており、農耕や狩猟、漁業などを営んで暮らしていた。彼らはまた、海賊なども行いアドリア海北部のローマ人の交易を混乱させた。紀元前178年、177年に、ピラン半島は、 ローマ帝国の半島に組み込まれ、ローマ人のビーランが立つようになった。ローマ帝国が衰退してきた5世紀頃になると、アバールやスラブ人などが侵入するようになり、ローマ人たちは簡単に防御できる島や半島などへの引き下がっていった。都市化が始まったのは7世紀に入り、ビザンチンの支配が始まってからで、ピランは強固な要塞化が行われた。それにもかかわらず、788年に、 フランク人に占領され、スラブ人がこの地域に重要になった。952年、ピランは神聖ローマ帝国の一部となる。初期の信頼できる記録によれば、7世紀にラベンナのある聖職者がこの地域でコスモグラフィを完成させている。ピランの地名はイストラ沿岸のローマの町、ピラノンから来ているとされている。 1209年には、イストリアの辺境白パトリアー氏の領有となる。旧世紀以来、時折町は、ベネツィア共和国の強い影響を受けていたが、独自の自治や法、都市開発など独立性を維持していたが1274年に、法を受け入れ、1283年には、ベツヤ共和国の支配下に入り、ナポレオン・ボナパルトに降伏する1797年まで、その状態は続いた。 1812年2月22日にピーラン近くの海域でイギリスとフランスの戦列艦との間でピラーノの戦いが起こった。これはナポレオン戦争におけるアドリア海戦の小規模な衝突であった。フランスのテメルエル級戦列艦であったリボリはその当時ベネツィアで建造されたばかりであった。フランスの海軍当局は アドリア海での海軍力補強しその先の戦勝を意図していた。戦闘の結果はイギリス側の勝利で終わり、2月半ばにベネツィアの港は封鎖され、フランスは敗北を期している。この海戦は現在、スロベニアの領海となっている海域で起こった海戦で唯一のものであった。オーストリア・ハンガリー帝国地政下の1909年10月24日に、 公共交通機関としてのトロリーバスがバルカン半島の国の中では最初に導入されている。町の当局が購入した5台のトロリーバスはダイムラーモーレンゲゼルシャフト製で町の中央広場であるタルティーニ広場から沿岸を通り造船所があるポルトロージュ・ヤルツィア結んでいた。1912年にトロリーバスは路面電車に置き換えられ、 路面電車は1953年までトロリーバスと同じルートを走っていた。2010年10月24日にヨーロッパの旧社会主義の国々の中では初めてスロベニアで黒人の市長が誕生した。1970年代後半にガーナから来た医師のペーター・ボッスマンはピランの市長に当選ている。彼は公式には2010年11月12日より トマツガンターの後を継いで最初の本会議に臨んでいる。ボスマンはスロベニア社会民主党より選出されていた。ピランは作曲家でバイオリニストのジュゼッペ・タルティーニの生誕地でピランでは文化的に大きな役割を果たしている。タルティーニ広場の名称はジュゼッペ・タルティーニの名前にちなんでいる。1892年に タルティーニの生誕200周年を記念し、タルティーニの名誉を記念し、モニュメントを作ることを埋めた。ベネツィアの著名な彫刻家アントニオダルゾットに依頼し、像が作られ1896年に据え付けられた。ピランは現在、欧州地中海大学の本部がある。この大学は2008年に設立され新たな研究領域として、欧州地中海に関する高等教育。 科学研究領域の創設を目指している。ピランは、ピラン半島の先端に位置する町で、ピラン湾に面している。クロアチアとは、南側の国境で接し、イゾラとコペルの自治体と接する。東側は、トリエステ湾とアドリア海を介し、イタリアと接している。最高地点は、バレト別プリパドにで、標高289メートルである。 町の東側は北側の海岸線に沿ってフィエサなど旅行者用の休暇地がある。ピランとフィエサはビーチに沿った遊歩道で結ばれている。ピランは温暖湿潤気候で暖かい夏と寒く冷たい雨の降る冬がやってくる。雪は年3回程度で降雪も微量である。年間22日程度は摂氏30度を超え、冬は摂氏0度以下になることはない。 キリは年間4日程度冬に発生し、これに降雨が気候を特徴づけている。ピランの人口は2002年現在、自治体全体で16,758人、市外で4,576人であった。ピランではイタリア語、スロベニア語の両方が公式言語となっている。1910年、当時のオーストリア当局が行った和社の統計によれば、 町の人口の95.97%はイタリア系が占め、スロベニア系は0.09%であった。周辺部の地区では、スロベニア系とイタリア系が混合して住んでいる地区、すべてピーター、パドナやイタリア系がほとんどを占める地区、接近ベリエ、セカもある。1945年には5035人の市民のうち91、32%が、 イタリア系で8.54%がスロベニア系であった。1956年には3574人の内スロベニア系が67.6%、イタリア系は15.5%と割合が逆転している。第二次世界大戦の終結によってユーゴスラビア社会主義連邦共和国が成立すると、イタリア系住民のイタリアへの流出が進み代わりに、 スベニア系の定住が進んだ。ピランはベネツィア共和国とオーストリア・ハンガリー帝国から強い影響を受けて、おりそれらはスロベニア内陸部とは大きく異なっている。ピラン城壁はオスマン帝国の侵入から街を守るために作られ、町の多くの箇所ではそれぞれ違った年代に作られたものが残っており、観光客にとっては重要な指物となっている。 町の中心のタルティーニ広場周辺の建物も価値が高いもので、タルティーニハウスは1384年に初めて言及され自治体の皇帝として、町では古い建物一つである。丘の上には一番大きく重要な教会であるセゲオルギオス教会、セルケブシーベルト、ジュリジャ、セイユーリ教会と近くにフランシスコ会修道院がある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。